アス。アスリジェルド、大丈夫か？そうか。では、改めて言うが、町にいる鎧姿の男を全員倒すというのが、僕たちに課せられた任務だ。一刻も早く賊を倒し、町の安全を取り戻してほしい。ろくに戦闘訓練もさせていないのに、いきなり戦いに駆り出す羽目になり、正直いろいろと心配している。どうか無茶だけはしないでくれ。ところで、一体なぜ君が騎士に叙任されたのだろう。いや、ふさわしくないとかそういうことが言いたいわけではないんだが。いや、誰を騎士に叙任するかを決めるのは僕ではなく、陛下や帝臣の方々であられるから。明日、そういった方々に知り合いは？まあ、あまり気にしない方がいいよ。ロアフィーナの祝福があったとでも思えばいい。ああ、大切なのは、なってから何をなすかだ。試験などは所詮、試しでしかない。ああ。では、僕はあちらの通りを探索してくる。明日、本当にくれぐれも無理はしないように。命は一つだけなのだから。お前はアスリジェルド。ああ、感激しすぎて頭痛がしていると思う。お前がなぜだか騎士に叙任されただけでも頭が痛かったというのに、襲撃事件まで起きるだなんて。何がひどいものか、自分の態度というものを鑑みてみれば、そう言われてもやむを得ないことくらいわかるだろう。その言葉遣いとその態度が問題だ。あまりにも騎士にふさわしくなさすぎる。何を言う。権威が嫌いだとほざき、礼節というものを重んじない男が騎士としてふさわしいと言えると思うか。その点に関しても私は大いに心配だ。今日ここでお前が敵の狂人のもとに伏したとしても、私は何も不思議には思わない。己の身の程を知って気をつけろということを私は言いたいのだ。だからせめて自分の命くらいは守れ。いいな。お前がこんなところで命を失っても誰も褒めてはくれないのだから。しかし今までは所詮団員ではないからと思って見過ごしていたが、お前のその私に対する態度には少し問題がある。だからそのクレアと呼び捨てにすることが、まあいい。今はそんなこと言っている場合ではないな。何にしても本当に頭が痛い。なったからには身を入れて精進することだな。一人前の騎士となるために。それまで私はお前の手を握るつもりはない。私の手はあいにくとそれほど安くはない。この手は
剣を握り、時として采配を振るうためのものだ。ではな、お前に神の守護があらんこと、せめてこの言葉くらいはお前に捧げよう。我が刃に血を捧げるがいい、ロアーナの騎士。我らの邪魔とならないうちに早々に葬り去ってくれる。アス、大丈夫か？今のところ怪我などは負っていないか？大丈夫か？少し顔が青いようだが。帰り地？そうか、もう敵とは剣を交えたのか。二人も？それで無事だったのか。初めてだというのにそれはすごいな。初めてなんだからそれは仕方ない。むしろそれくらいは当然の反応だろう。
ジャース、どうか無事で。くれぐれも一人で突っ走ることだけはしないように。周りの状況をよく見て、常に冷静な判断を下してくれ。ていたのか。真っ先に敵に切り殺されるかと思っていたのか。君と同じものじゃなければもっと誇らしい気分に慣れていたのに。誰が拗ねている。誰が僕を程度の低い人間のように言うな。してもらえたのはどうせ同情のおかげだろうけどね。父親が死んでいるっていうのがきっと大きかったんだ。君なんかから睨まれてもちっとも怖くはないぞ。ところで君は一体今まで何人の敵を倒したんだ。ちなみにこの僕は3人だ。君の方はどうせこそこそと逃げてばかりでまだ一人も倒せていないんじゃ。くだらない見栄を張るな。この成績最優秀者たる僕と歴代最低の君が同格なわけがない。何が事実だ。何が。ああ不愉快だ。僕はもう行く。騎士か。私の邪魔をする者は何人たりとも容赦はしないぞ。
私人に追われていて。くそ、女め、騎士のところに入り込んだが、面倒なことをする。はい。まあいい、騎士は必ず倒せとの命が下っているからな。さすがに兵卒よりは強いだろうが、どうせロアーナ兵など全員ふぬけに決まっている。すぐに肩をつけてやる。その女を楽しむのはその後だ。兄様の騎士団入団のお祝いしましょうね。